山外の狂人は狂せることを知らず、生の亡者は亡なることを悟らず、生まれ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 て生の初めに暗く、死に死に死に死んで死の終わりに暮らし、方々大師空海秘蔵法薬より。さて、今なお語り継がれ日本の歴史を築いてこられた、本日御期日をお迎えになられる偉大なる先人たちの英知に学び、その時代を懸命に生き抜かれた魂の鼓動を享受させていただきましょう。さて、時は遡ることは平安時代は前期の皇族、安倍親王は平成天皇の第一皇子、有原行平成平大江のおとんどらの父、810年後任元年父上皇をめぐって起こったクスコの変によって太宰府に入るいされ、824年天正元年許されて帰郷したが、842年佐賀上皇の死に際して起こった上和の変に巻き込まれ、苦悩のうちに世を去った。事件は友の小網で、立花の早成らが安倍親王を謀反に誘ったのを親王が朝廷に密告したことに端を発し、皇太子常貞親王の廃止に発展したが、その功により後に一品が贈られた。842年上和9年10月の22日享年51歳にて崩御なされました。さねては、鎌倉時代は中期の律宗の僧、炎章上人は東大寺階段院中高の改ざん、浅名は実相坊東大寺の学寮、玄関と法華寺の中高二世長老となった女縁の実子、21歳で父の死にあって頓生し、近畿の寺々を巡礼した後、弘治元年1241年海流王子に住み、英孫に戒律を学んだ。また東照大寺角上の弟子となって、角上からも戒律を学び、天正3年1251年4月31歳で海流王子から東大寺階段院に移住して、階段院を律宗の道場として復興した。以後、階段院は東大寺における律宗の拠点となった。また昭和2年1258年には東大寺大勧進職に赴任され、東大寺大勧進に律宗が赴任される端正を築いた。1277年建治3年10月22日享年57歳にてご宣言なされました。重ねては、室町から戦国時代にかけての浄土真宗の僧、新礼上人は下野の国は高田千秋寺の住職、上賢の実子、佐賀越前近江伊勢などに親鸞の教えを広め、寛正5年1464年千秋寺を継ぐ。翌年本願寺の蓮如との関係を断ち、伊勢神殿に無量寿院千秋寺を建立。高田派教団の勢力を拡大した。1512年永正9年10月の22日、享年79歳にてご自宅をなされました。さねては、戦国から江戸時代は初期にかけての外来僧、蹄鉄玄祖禅師は対馬伊底庵を創建した。王は戦争はじめ博多聖福寺の住持であったことから、当時の豪商姉妹宗室らと信仰を深める。天正8年1580年
対馬当主宋義重の要請に応じて日本国王子として朝鮮へ渡り、以来対馬にとどまり外交活動に専従。また博多商人グループと宋氏との関係を緊密にするなど、経済活動にも影響を与える。文禄の駅前戦略回避のため小西行長や宋義俊らと奔走し、戦後も和平回復に尽力して、慶長14年1609年、近世日朝間の通行規定旧約条を締結させた。この功績により朝鮮国王は特に図書動員を送り、伊帝安総司船の派遣を許した。資本州に戦争功画を残されました。1611年慶長16年10月の22日、享年75歳にてご自宅なされました。重ねては、江戸時代は中期の豪族有栖川の宮頼仁親王は永元天皇の第17皇子にして、有栖川の宮第5代当主、享保元年1716年に有栖川の宮第4代当主忠仁親王が死しなく崩御されたため、有栖川の宮を相続された。享保11年1726年に親王宣下、長司卿となる。文慶2年1749年5月に一品に準ぜられる。永元天皇の皇子としては兄孫昌公親王に次ぎ、華道に優れ、桃園を桜町を桃園の三天皇をはじめとして300名に伝授された。父から受け継いだ書道にも造詣が深く、有栖川流書道の創始者としても知られています。1769年平和6年10月の22日、享年57歳にして崩御なされました。重ねては、江戸時代は中後期の浄土真宗は本願寺派の僧、地道上人は京都上京寺の住職、令和4年の地遷との対論で知られる。寛政9年西本願寺学林の7代の家となる。法尊の説を受け継いで三号和蘭を引き起こし論争に敗れ、江戸幕府に処罰された。1805年文化2年10月の22日、享年70歳獄中にて離着なされました。重ねては、江戸時代は中後期の浄土真宗の僧、延寂上人は有栖川の宮頼仁親王の孫でその有志となる。宝暦3年信州高田派本山瀬の国は千住寺に入り、文慶7年道寺を継ぐ。寛政9年漢学堂を作り学問を奨励した。著作には平成用人賞、高田三祖伝などを残され、1819年文政2年10月の22日、享年74歳にてご自宅なされました。重ねては、明治時代の大陸浪人革命運動家の山田義政殿は陸奥の国は弘前の生まれ、少年期より近所に住む思想家が活難の影響を受けて育ち、後に中国語を勧められ、陸軍の通訳官として日清戦争に従軍、情報活動に従事し、武術の偏方の革命者たちの日本亡命を助け、さらに熊本の宮崎東天らと共に孫文の支援者となり、南京同文書院の教授兼幹事として清へ渡り、中国革命党の活動を助ける。明治33年慶州蜂起に加わり、志半ばにして倒れた。
実弟の純三郎も兄の意志を継いで孫文を支援した。1900年明治33年10月の22日、享年33歳にてご昇天なされました。重ねては幕末から明治大正を生きた事業家伊庭貞郷殿は近江の国に大官の長男として出征、17歳の時勤皇討伐の商人西川義助の地遇を得て、慶応3年明治元年1861年出京、朝廷方の警備隊員となる。維新後明治政府で末端の司法官として出仕、明治12年大阪城東裁判所判事を依願免官。まもなく叔父広瀬再兵の勧めで住友家に入り、14年本社支配人となる。21年別紙工業所に紛争が勃発すると同所勤務となり、29年同所支配人に任ぜられ、塩害問題紛争処理、製錬所の久坂島移転などに当たった。30年総理事心得、32年本店に戻り、33年総理事、住友の近代化を進め、住友林業、住友化学工業などの母体を作った住友中興の祖。31年勇退し、大正12年顧問を最後に引退。また大阪紡績、大阪商船の重役、大阪商業学校校長などを務め、明治23年には第1回衆院議員に当選した。1926年大正15年10月22日、享年80歳にてご入滅なされました。さねでは昭和前期の時代の詩人、中原中也殿は山口県に生まれ、1933年東京外国語学校専修科を卒業、長谷川靖子をめぐる小林秀夫との確執など奔放な青春を過ごし、ダダを得てフランス象徴派へ傾倒した。特にランボー、ベルレーヌの影響を強く受け、29年白地軍の同人に参加、朝の歌、1926年など虚無と倦怠に満ちた生の諸僧を歌う詩編を残した。詩集は生前のヤギの歌と没後刊行の在りし日の歌があり、独自の成長が多くの読者を集めている。1930年代半ばから詩壇に認められるが、1936年長男の死によって精神の均衡をなくし、翌年結核症脳膜炎を発病し、1937年昭和12年10月22日、享年31歳にて夭折なされました。最後に本日の御期日をお迎えになられました。歴史の陰に隠された名もなきすべての先人尊領からの大いなる恩恵により、現代を生きる我々の血肉となり、魂の継承をさせていただいていますことを心より感謝をいたします。合唱、南無先人尊領。今日という日はもう二度とは戻ってきません。今日があなたの最後の日だと思い、今日があなたの最初の日だと思い、後悔のない一日をお過ごしくださいませ。